はい、こんにちは、バズマンです。今日もクロコのバスケ SR やっていきたいと思います。そして、今日はあの SP クロコ哲也ですねのスキル情報出ましたんで、それを、皆様と一緒に見ていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。そしてぜひチャンネル登録グッドボタンもよろしくお願いいたします。ということで早速見ていきましょうか。まあ、いや、まさかですね、まあ、自分の中でまさかSP クロコ哲也が、まあ、このタイミングで、もっといろいろキャラ出たタイミングで、まあ、鏡はもう出たんですけど、まあ、次々と出てくるんかなと思ってたんですけど、まあ、このタイミングで、ね、鏡の次に、まあ、でも順番的に言ったらそうか、鏡が、ゾーン鏡が出たやから、なんか、そうか、まあ、順番的にクロコ、あ、じゃ鏡と言ったらクロコなのかもしれん。まあ、ということで、まあ、見ていきましょうか。なんか、かっこいいっすね。この、黒色ユニフォームに、外白色の羽織。なんかこ、いいね。早速見ていきましょうか。最初から。さあ、1個目。オーバーフロー。はい。まあ、味方が一瞬消えるというね。まあ、原作見てない方はあんまいないと思うんですけど、まあ、説明すると、クロコの、何やったっけ、そのミスディレクションを切らすんやったかな、使いまくって切らすんやったかな。なんか、まあ、とりあえず、なんかその、効果が切れすぎたら、逆に今まで消えてたクロコ哲也という存在、今までクロコ哲也が消えてたんで、それが、今までいなかった存在がいるようになったんで、そこに注目がみんなに集まることによって、クロコが近くにいると、ドライブ、みんなのドライブとかシュートが消えたと錯覚するらしいんですよね。で、そんな味方にとんでもないバフを与える、ドライブがとかシュートが一瞬消えるというとんでもないバフを与えるスキルとなっています。それがゲームで結構忠実に再現されてるかもしれんね、もしかしたら。これはい、一瞬消えると。で、なんかこの時に勝手に発動するんかな、押して発動するんかな、勝手かな。なんか、まあ、なんか視察ボタンが2個あるみたいですね。オーバーフローボタンが2個あるみたいで、で、こうなるんやけど、で、敵から見た、これが敵から見たオーバーフローの鏡ドライブね。はい、一瞬消えますと。だから、まあ、最初の初動が消えるということは、なんかこれ見た感じそんなやと思うけど、まあ、このゲーム結構展開が早いんでね、最初が消えるということは、右か左どちらか行く初動が見えない、つまり、勘で動かないと、まあ、追いつけないということになりますね。まあ、初動が見えないんで、まあ、2分の1の確率で右か左、まあ、笠松の場合後ろという選択肢もありますね。うん、まあ、読みづらくなる。そして妨害入れにくくなるという、まあ、この素晴らしいスキルですね。うん。で、まあ、一定範囲内にいる味方だけみたいですね。一定範囲内に。だから、この中にドリブルする、この中に、まあ、クロコがいれば、このキャラは消えることができますよと。で、これ、一応なんか、このボタン押しとる感じがあるから、まあ、そんな何回も頻発できるやつじゃないですね。勝負どころで。まあ、これでは2回、何回がマックスか分かんないですけど、まあ、これでは2回になってますね。まあ、必殺技、まあ、溜まれば使うことができると。いいっすね。次、バニッシングドライブ。まあ、ちょっと待って。縦のドライブですね。縦。バニッシングドライブ。横はないんかな、横。どうなんやろ。縦だけ。でも、派生で何かしらあると思うけどね。横だけ、縦だけってことあるかな、横もありそうな気はするけど、まあ、それはちょっと分かんないですね。うん、楽しみやわ、これは。で、次、必殺バニシングルーム。はい。なんか、ボタンあるうちの、こう右側が、何やったっけ、オーバーフロー。で、左側がね、なんかちょっと、なんかコマンド系のような気がするよな、これも。なんか、清とか青峰みたいに、なんか、ドライブの場合、この必殺技を押した後に、なんか、必殺技を押した後にドライブボタンを押すんかな。
押してるね。だから必殺技を押した後にドライブボタンを押すと、まあ、あの一瞬消える方法が消えてます。いや、めっちゃ再現するね。すごいね。その果たしてこれが高尾のいい、何だっけ、ホークアイやったら見えるのか、イズキのイーグルやったら見えるのか、それちょっと楽しみやね。え、イズキはあれか、イーグルアイはパスやったな。まあ、果たして見えるのか、それはちょっと気になるところではありますが、まあ、必殺バリシングドライブと、まあ、一瞬消えると。でもこれが、さすがに立てだけってことなくない？だって消えても前にしかコンって分かっとったら、まあ前に来るんやなって分かるから、うん、なんかさすがに、なんか横とかもいけそうな気はするけどね、分からんけど。次、ファントムシュート、はい。まあ、普通のシュートフォームがファントムシュートになると。これ普通のシュートはシュートボタンやな。ああ、普通のシュートボタンだけは押してます。はい。はい、必殺ファントムシュート。まあ、あの、シュートが消える。まあ、バーストボタンを押した後に、シュート。だからバーストボタンを押したら、ドライブと、シュートボタンがちょっと切り替わると。切り替わって、これ、はた、まあ、でも必殺やから、さすがに、でも今までのシュートって、ブロック不可能な必殺技とかないんすよね。これどうなるやろうね。これブロック不可なんかな。でもこのゲームってなんかブロック不可能なシュートって今んとこ一個もないよね。何かしらなんとか当たるシュートが、まあブロック難易度はもちろん必殺だったら上がりますけど、今んとこブロック不可能なスキルはないんで、果たしてこれどうなるやろ。これさすがにブロック不可能かな。でも消えるってことは、でも消えても、まあ規制とかブロックしてたし、あ、規制やったっけ、明石やったかな、規制かな、まあ、一応直線上には飛んでるらしいんで。でもなんかブロックの仕方あるやろうな、さすがに。だってこれ必殺技溜まって、あー、多分ドライブでも使うってことは、まあ結構溜まりやすい必殺技やと思うよな、おそらくな。ってなると、そんなブロック不可ってことはないと思うけどな。でもどうなんやろね、これちょっと楽しみや。ブロックタイミングとか、うん、楽しみですねこれは。で、スキル紹介されてる感じはこんな感じですね。で、一応なんかパスがイグナイトパスだったり、なんかまだまだ紹介されてないとこがいっぱいあるんで、うん、楽しみやね。まあ本当に4つしか紹介されてないんで、まあ、まだまだスキルとか、まあそれぞれの派生はあるやろうね、これ。まあこの範囲が、オーバーフローのスキルページだったらこの範囲が大きくなったりとか、シュート率が上がったりとかするんかな？わからんけど。うん、あとドリブル速度も速くなるっていうバフがなんかありそうやね。なんか必殺技だしね。いや、強いねこれ。でバニッシングドライブもさすがに派生ありそうやけどな、わからんけど、そこ楽しみやわ。ファントムシュート、ファントムシュート消えるやろ。うん、いや、どうなる。でも覚醒もあるからな。まあでもなんかこれ見た感じすっげえ面白そうやけどな、なんとなく。うん、なんか今回は自分でドライブしたり攻めることができるっていう、で味方にもバフがかけることができるっていうキャラなんで、まあ黒子哲也、なんかこれ見た感じ面白そうやけどね。いや、また出た時にちょっと楽しみですわ。うん、そしたらまあ撮る方がいればまた新キャラ配信やっていこうと思いますんで、また皆様遊びに来てください。そして毎日、まあ土曜日はやってないですけど、まあほぼ毎日21時半、まあそこら辺からライブ配信や、ランク戦、頂上戦やっておりますので、また皆様遊びに来てくださいということで、今日は終わりたいと思います。ほな、バイバーイ。